宇宙世紀元年、地球環境の深刻な汚染に危機感を覚えた地球連邦政府は宇宙移民計画を開始した。しかし宇宙環境へ時代が進むにつれて、連邦政府の地球に対する意識は薄れていき、行う政策の多くが自身の既得権益の保護へと向かってしまう。地球の環境汚染を緩めるはずだった政策も、宇宙世紀に起こった戦争や宇宙移民を語りながら地球に住み続ける連邦政府の関係者によって汚染を拡大させ、地球は全く回復の見通しが立たない状態となっていた。一部の特権階級が地球で暮らすために一般大衆を宇宙に追いやったという事実。スペースコロニーで生まれた者が地球には降りることはできないという事実。これらの事実は一般大衆が一部の特権階級の損得のために働かされるという現実となり、人々を反地球連邦政府運動へと決起させるのである。宇宙世紀105年、未だ自然豊かな南太平洋の地、オーストラリア大陸のアデレートにおいて、再び戦いの狼煙は上がろうとしていた。連邦政府が自らの既得権を拡大するための法案を成立させようとしていたのだ。それに対しハサウェイ率いるマフティはアデレートでの法案の可決を阻止するため、最新鋭モビルスーツクシーガンダムを借り、本格的な活動を開始するのだった。マランビジー。
実力の差っていうのを教えてあげるよ。方向を勧告する。抵抗すれば容赦はしない。ようやく奴らも本腰を入れてきたか。お前らに千年先のことを考えろって言っても無理なんだろうな。躊躇なんかしていたら奴には当てられないか。
アデレートに集結した連邦軍並びに閣僚の方々に申し上げたい。自分がマフティ・ナビユ・エリンであります。今日まで自分を中心とした組織が連邦政府の閣僚たちを粛清してまいりました。それについてはカナニの世論の支持を得ていることは連邦政府の関係者もご存知のはずです。にもかかわらず連邦政府は反省の色も見せずに、ここアデレートではさらに地球汚染を再開するような法案の成立を目論んでいます。今回のアデレート会議が連邦政府の差別意識を合法化するための会議であることはどれだけの方がご存知でしょうか。考えてみてください。特権階級の数万の人々が地球に戻りたいための法案が可決されれば、地球に戻る人々が数十倍になるのは簡単なことなのです。9世紀の最後の1世紀だけで急増した人類が地球そのものにも瀕死の重傷を負わせたのです。人類が宇宙に出て1世紀経った今日に至っても地球は癒されていません。それは何を意味するか。そうです、地球にはまだ人類は戻ってはならないということです。なのに連邦政府は人類が地球に戻れる準備を始めて、その前に自分たちの既得権を手に入れようとしているのです。それがこのアデレートで行われようとしている会議の真相なのです。閣僚会議がこれらの法案を廃棄しない限り、閣僚たちの粛清をここで実行することを宣言します。この放送を聞けば関係者は逃げるかもしれませんが、これ以後アデレート周辺から逃亡する者は無差別に粛清の対象にします。しかし我々は一般人を巻き添えにするつもりはありません。関係者以外はこれより一時の猶予を与えますので、アデレートから退避してください。その後にアデレートから出る乗り物と人は全て我々のターゲットになるものと思っていただきます。クエスか、なんで邪魔をするんだクエス。あんたは私と一緒に行くんじゃなかったの？クエスは求めすぎたんだ。その上で僕から逃げていったじゃないか。誘う権利なんてクエスにはないんだよ。悲願でる。シャーアズナブルを愛した女の出来損ないが言うことか。